料理家の栗原心平さんが青森の食材をさらに美味しくしちゃいます。青森いただきます。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今週はナスですね。ナス、はい、好きですよ。ナス、今日はナスを使ってペーストを作ります。ペーストですか。はい、だからおつまみにします。ナス、ペーストの、はい、楽しい。トルコとかかな、トルコとかでよくこういう料理ですよ実は。ナスを潰してペーストにするっていうね。材料です。ヨーグルトは水切りをしてください。で皮むきます。はい、でナスはもう皮むいた瞬間からアクが浮き始めるので、ちょっとスピーディーにいきたいですね。ラップでしっかり包んだら、これでレンジにかけていきます。はい、ちょっと間隔空けて、ちょっと一回様子見ます。熱いんですけど、はい、あ、結構柔らかいですね。そう、もうこれ火入ってる、ふにゃふにゃだ。まあ、火が入ったかどうかの目安ってのは こういう酢ですね。はい、すぐ入る、うん、引っかかるようだとまだ中が火が入っていない状態。こっちも同様ですね。しなしなーすと、はい、でこれ冷やします。はい、そのまま氷水に、はい、チチチチ冷やします。冷えたら取り出していきますね。でちょっと水分絞っていきます。結構しっかり水分絞るんですね。うん、結構絞っちゃっていいです。もう一回後でキッチンペーパーでちょっとこれ太いので半分ぐらいで割いて、結構ね、ナスもねこうやって絞ってみると分かるんですけど、かなり水分の多い食材ですからね。だから油で炒めたって言った時に火通りが悪いんですよ。おお、なかなかいかないじゃないですか。はい、表面の水分をキッチンペーパーで拭き取ってあげる感じですかね。ただ叩いていきます。鮮やかな緑色ですね。そうですね。ここに、水切りヨーグルトですね。これ30分くらいかな、1時間とかつけた、水気を切ったヨーグルトですね。そうするとかなりねっとりするんですよ。あ、本当クリームチーズみたいな。そう、クリームチーズっぽくなる。さらに、オリーブオイル、まな板の上でいいかな。でレモン果汁、ちょっとなんていうの、なめろうみたいな。でニンニクすりおろし、ちょっとでいいです。あんまり入れすぎて強い。でお塩、でコショウ、よく混ぜて、こんな感じですかね。でお好みで、まあ、バゲットとか、まあ、クラッカーとかでもいいですけどね。さらに最後にオリーブ、はい、完成です。ナスのペーストの完成です。フランスパンの、ね、バゲットでいただきます。うん、うん、あ、ナスだ。そしてオリーブオイルが効いてますね。そうですね、上にかかってますからね。うん、見た目が全くちょっと、はい、面影がなくなってるんですけど、しっかりナスがいます。ナスいますね。美味しい。この食感もしっとりとしてて。そうですね。なんかホームパーティーの前菜とか、うん、そういう時にいいと思います、ね。生ハムとかと合わせてもいいと思いますし。これおつまみいいですね。そうですね。朝ごはんでもちょっとひんやりとしてますので。ひんやりとしてるからね。夏の朝ごはんにいいかもしれないですね。うん、確かに。